みたいなやべえなことができるよっていう。 DW レッスンの鈴木です。森田です。今週のプラグイン、はい、今回はソニカインストゥルメンツの津軽三味線、はい、という、まあ、その名の通りですね、三味線、はい、三味線のインストゥルメンツをご紹介してみたいと思うんですけれども、うん、どうですか三味線三味線ね。いやでもあれですよ、オリンピック前とかは結構よくそれっぽい和楽器のものを使った曲作ってほしいですとかっていうのもあったりで、はい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 、その頃はよく使ってましたけどね。ちょっとねこれ使い慣れないと何が何だか分かりにくい系のどうしても音源だと思うんですけど、うん、なんかそんなにパラメータあるんだっていうイメージです、まず、うん、ああそうですね。ちょっとじゃあ簡単に打ち込めてみるとこんなデータになりますみたいなの聞いてみましょうか。はいはい。みたいなやべえなことができるよっていうすげえやつですね。はい。で、まあアーティキュレーション使ってる数ってそんなに多くないんですよ、うん、なんで三味線ってバチでこう弦叩くんですけど、弾く、はいはいはい、弾いて音出すんですけど、うんうん、やっぱり津軽三味線らしさって触りにあると思います、うん、触りってわかります？わかんないです。今この音出してるんですけど、バイオがブーンって聞こえるでしょ、うん、この量がここで変わるんですよ。おお、すげえすげえすげえ、何これ。はい。いわゆる普通のなんて言うんでしょう、マルチ総合音源とかに入ってる三味線とかだと、それしか出ないよね。みたいな。っていうのに、はいはい、触りが入るだけで雰囲気出るんですよ。みたいな。大当たりだ。おーってなるよ、ね、大当たりチャンス中だこれ、うん、っていうのが、はいはい、再現できるよっていうのだけでも、すごいすごい、結構簡単に使えるかなと思いますね。はい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 、はい、うん、あとは、うん、長弦を変えれるよと、うん、なんで開放弦でどこを鳴らしますかっていうことが設定できるっていうのが、うん、細かくやっていくと、うん、大変だよっていう。いやそもそも全然できないよね。もともとのその三味線の音源とかってありものをアーティキュレーションで変えて頑張るみたいな、そうですねそうですね、イメージだったから、はい、そんな自由度が効くんだねっていうのはあります。なんでこう何弦弾くんですかみたいなのがこうやって変えると音域が変わってるのが分かると思うんですけど、例えば二上がりっていう長弦の場合だと、うんうん、CGC っていう長弦になるんですよ、うん、これは開放弦の音。はい、この音、うん、を今2弦で弾くとこの音になるわけですよ、うん、なんでギター音源とかベース音源によくあるじゃないですか、うん、この音何弦で鳴らしますかみたいなことが設定できるよと、はい、あと三味線らしさとかでいくのであれば、うんうん、ギターもそうですけどピッキングなんですよ、はいはいはい、アップピッキング、はいはいはい、そして離してでなるってことですね。サスティンペダル踏んでると、うん、その時にアップのピッキングがリリース時に入るんですよ、とかってこうやって割と津軽三味線でよくあるフレーズだと思うんですけど、うん、こうスラーで弾くとハンマリングすごいですねになって、ね、ゆっくりやるとこんな感じで、あすげえ、鍵盤でやると超難しいんですけど、はい、なんで打ち込む頑張るみたいなそこまで私弾けないのであれなんですけど、こういう細かいところまで追い込めるよみたいなやつですかね。これ1音鳴らしただけでピョーンって出てるんですね。1音のなんか説得力半端なくないですかこれ。あ、触りはでも基本的になるのはなんだこれ、ここだけです、3弦だけですからね。いいですね、面白いとか、まあこういうのとか、あ津軽三味線っぽいですよね、うん、はい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 、あとはいはは、はい、あらおっちゃん前で声素材も入ってるよみたいな、まあ最近津軽三味線とかだと、はい、あのよさこいさんとか、はいはいはい、でもやっぱり定番の音色だと思うんですけど、そうでしょうね、やっぱこうギター系、ギターって言ってるか分かんないですけど、うん、やっぱ打ち込みとしては難しいカテゴリーだと思うんですよ、うん、ニュアンスというかこのダイナミックスさを出すっていうのが、うんうんうん、っていうのでいくのであればやっぱりこういうところは持っとくと強いかなみたいな、
まあ、特化型の特化型ですね。そうですね。なんでワロックとかやるときにも、うん、これでなあのメロディーなぞるだけでも全然いいと思うんですよ、うん、とかってやるだけでも雰囲気感が出るっていう。そうですね。これパチンコ屋さん系も多分めちゃくちゃいいと思うよ。なんでこの辺のスケール使ったけど、はい、あー聞いたことあるみたいな。ある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 よ。一緒に弾いてるだけですけど、あーすごいね。なんとなくこの辺の音使うとっぽいのかなみたいなのが見えてくれば、はい、そんなに困んなく使えちゃうとこはあると思いますね、うん、はいはい。ちなみに下の鍵盤結構かなりカラフルなんですけど、これですか。はい、これキー、ここまでがアーティキュレーションですね。はいはいはい。その、ま、真ん中ら辺の黄色とか紫とかは何なんですかこれ。ああ、これ1弦で鳴る範囲だよ、2弦で鳴る範囲だよ、3弦で鳴る範囲だよっていうのが、ここでこう変わっていくっていう。見えてくれるんですね。はい。で当然ここのチューニングを例えば本調子とかにすると、うん、この CFC になるんで、はい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 、これが開放弦になってくるっていう。よいよい。まあちょっとこの辺ね、ちゃんとやると思うと結構いろいろ覚えなくちゃいけねえじゃんみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、さっきも言った通りそのまま弾いていただけるだけでも全然雰囲気出るので、うん、すごいいいかなと思いますね、うん、こういう特徴、うん、打ち込みで再現するのって大変よねみたいな、はい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 、とかっていうのはフレーズで入ってるので、なんで面白くなっちゃうんだろうね、こうすごい超絶なのにさ。とかっていうので、はい、結構使い勝手はいいと思います。はい、はい、そうですね。いやすごいと思います、単純に。なのでちょっと触っていただければなと思います。はい、はい、ということで今回はソニカインストゥルメンツの津軽三味線、はい、ご紹介してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。